記録的な猛暑となった先週、冷たい食べ物や暑さをしのぐグッズなどが売り上げを大幅に伸ばしました。大手コンビニのファミリーマートでは週末、店舗や家庭でミルクを入れて作るフラッペやアイスクリームが全国で前の週の2倍売れました。冷やし中華などの冷やし麺やスポーツドリンクなども販売を伸ばしました。生活雑貨を扱うロフトでは先週、 暑さ対策用品の売り上げが前の年のおよそ6倍になりました。一定の温度を下回ると凍結するという特殊な素材でできたネッククーラーは、入荷してもすぐに売り切れる状態だったということです。また、キリンビバレッジでは塩分が補給できる飲料、ソルティーライチの売り上げが全国で前の週の2.7倍でした。